毎回ですけど、試合にピッチにこう出てくる人に、前へとこう拍手して後押ししてくれるんで、もうそこで僕自身スイッチが入って、皆さんにこう動かされてるだなっていうのを、毎回毎回感じますね、すごく感謝してます。本当に早々からアクシデントが立てずに出なくて、もうあの2人のためにも絶対今日勝つぞっていう、こういつも以上の感じというか、会場全体含めてあったので、ホームで勝ち取ったらそういうのかなというのを、今は今年10年ぐらいなんですけど、今年帽子のエンディングでスタートして下からやってきた分、全ては当たり前に感じないので、この試合に出させてもらって、すごいもう楽しくて、プレーしてる喜びをすごい感じながらやらせてもらってるんで、J1 のチームだっていうイメージの方が強いですね。個人個人の能力も高いですし、強いチームだなっていうのはすごい感じますね。キーマンとか目指してる、目指されてるサッカーっていうのも、自分たちで考えて楽しみながら、できれば勝って続けるんじゃないかなというのは思いますし、皆さんの応援後押しがあれば多分倍の力が出ると思うので、そのホームの強みというものを使って必ず勝利を勝ち取りたいなと思います。本当に強い相手ですけど、鹿児島のホームみんなの力を知っていれば必ず結果が出ると思うので、ぜひ、力を持ち越しに貸してください。そして皆さんも上がって、僕ら一生懸命走って結果を出したいと思うので、一緒に会場を笑顔で、喜べるように今日も熱いのでよろしくお願いします。